グループオビンボは、メキシコの食品会社、ボルサ指数構成銘柄。パンの販売金額では、山崎製パンを上回り、世界一である。企業スローガンは、アラメントモス・ウンムンドメ・ホール。スペインのカタルーニャ地方からの移民の子孫である、ロレンソ・セルビッツェラにより、メキシコ発の食パンを工場生産する会社として1944年に、メキシコシティで設立された。 メキシコ人の食生活の変化に伴って、伝統的なトルティーヤに代わって、パンの需要が拡大したことによって、メキシコ各地に進出して、順調に発展を続け、パン以外にスナック菓子や、キャンディーチョコレートの生産も行うようになり、1988年には菓子パン製造の専門主会社が設立された。1990年代からは、中南米諸国やアメリカ合衆国に進出した。 2002年にはジョージ・ウェストン社のアメリカ合衆国西部での製パン事業を買収し、2009年にはアメリカ合衆国全体の事業を買収した。2011年にはサラリーの北、アメリカでの製パン事業を買収した。2014年にはカナダブレッド社を買収した。2006年にはスペインのパンリコ社の中国法人を買収し、中国へ進出した。 2011年以来メジャーリーグサッカーのフィラデルフィアユニオンのスポンサーである。メキシコのクラブアメリカ、CF モンテレー、CD グアダラハラ、およびコスタリカのデポルティーボサプリサなどのスポンサーでもある。ビンボという名称はスペイン語では特に意味がなく、イタリア語のバンビーノに由来するとも、ゲーム名のビンゴと映画のバンビに由来するとも言うが、英語で肉体的には、 魅力があるが、頭の悪い女を意味するため、英語圏でこの名前を使うことは問題になっている。創業から間もない1945年以来、使われているマスコットの熊でよく知られる。しかしながら、メキシコでは、食品表示の規格の改定によって、放送に、キャラクターが表示できなくなり、知的財産権の侵害が指摘されている。ありがとうございます。